皆さんこんにちは、ビールジェンの徳田です。本日はこちらですね、メロメロメロン風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。ネーミングがね、メロメロメロンっていうことだけあって、一口飲むだけでね、もうメロメロになってしまうぐらい美味しいフレーバーなんじゃないでしょうか。早速ね、レビューやっていきたいと思います。で、ビーレジェンドプロテインではね、こちらのね、お試しパックサイズ展開しております。いきなりね、1キロ買って飲み切れるのかね、心配だなっていう方は、ぜひそちら1回購入していただいて、飲めるなと思っていただいてからね、ぜひこちらのね、1キロパックのね、購入してください。こちらのね、メロンの他にも13種類お試しパックの展開がございます。13種セット売りっていうのもありまして、そちらね、1380円で購入いただけます。ぜひね、そちらのね、13種類の中からお気に入りのフレーバー見つけていただいて、続けられるなと思うフレーバーでね、ご愛飲いただければと思います。出張とかね、外出時にね、こちらのね1キロパック持っていくのがね、なかなかね難しいと思います。そういった際にもね、持ち運びにも便利なんでご活用ください。こちらのね1キロパックのプロテイン購入していただくと、赤い袋に入ったスプーンが付属してまいります。こちらのスプーンでね、すり切って1杯すくってもらうと、約 30g 計量できる形になっております。こちらをね、水に溶いて飲んでいただくと、タンパク質がね 20g 摂取できる形となっております。ぜひね、こちらのねスプーンご活用ください。商品のねパッケージの裏面の方には、 150ml から 300ml のねお水や牛乳で溶かしてお召し上がりくださいって書いてるんですけど、味をね濃くねして飲みたいっていう方は、水の量を減らしてあげる、ちょっとね自分には濃いかなっていう方はね、水の量を増やしてあげて飲むと、味をね薄くして飲むことができます。ご自身のね味の好みで水の量を調整して飲んであげてください。僕はね、大体ね 200ml で飲むのがすごく好きなんで、いつも 200ml で飲むようにしています。で、本日はねこちらのねお試しパックからね入れて飲んでいきたいと思います。お試しパックの方はね、切り取り線がついてますんで、外出の際もねすぐに切ってね飲んでいただけます。すごいねメロンのねいい香りですね。パウダーはね、通常のねこんな白いパウダーの色してます。ご覧いただけますかね。わかりますかね、メロンとかスイカとか切った時に感じる、ウリのような感じの匂い、非常に美味しそうですね。早速ね入れていきましょう。よいしょ。で、シェイカーの蓋をね反対に回してあげます。するとカチッというので、こちらでまたしっかり閉めてあげます。しっかりね溶けましたね。泡立ちもね、ダマもほとんどありません。綺麗に溶けております。水に溶くとね、本当にね、メロンの香りがより際立ちますよね。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。あ、うまそうです。うまい、うまい。どんなね味に近いのかって言われると、小さい頃によく食べたアイスで、メロンのなんかこういう容器に入ってて、メロンシャーベット、あのね味にね近いんじゃないかなと思います。非常にね懐かしい味ですよね。で、逆にメロンのこの容器に溶かしたものを流し込んで凍らせれば、昔食べたメロンシャーベットのね味になるんじゃないかと思います。それではこちらのねメロメロメロン風味のね味を星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しまして星3とさせていただきます。メロンの甘み見事にね再現できたんじゃないかと思います。酸味に関しまして星0となります。ほとんどね酸味を感じることがありませんでしたので星0です。スッキリに関しまして星2とさせていただきます。メロンシャーベット食べた後のようなねほのかにスッキリ感じることができたんで、星2とさせていただきます。クリーミーに関しまして星1とさせていただきます。ほのかにねクリーミーを感じるぐらいで、そこまでね気になることはありませんでした。クリーミーに関しまして星1とさせていただきます。甘みが3、酸味が0、スッキリが2、クリーミーが1となります。ぜひね商品選びの参考にしていただければと思います。メロメロメロン風味の栄養成分表示ですけれども、1食 29g あたり、エネルギー 113.1kcal、 タンパク質 20.9g、 脂質 1.4g、 炭水化物が 4.3g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C36.5mg、 ビタミン B6 が 0.9mg となります。
数多くねレビューとか寄せられてるんですけど、水で飲んでもね非常に美味しいですし、牛乳で割るとね高級メロンオレみたいになるっていうね声なんかもねいただいています。水で溶かしていただいて容器で固めていただくとねメロンシャーベットになると思います。牛乳でやるとねよりクリーミーになってね美味しくなると思います。全国のねメロン好きの方、そうでない方もねぜひ一度お試しください。こちらね動画のね概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきます。ぜひそちらの方から飛んで購入してみてください。それではねまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。